のポスターのモデルになられた方でございます。あるいはご記憶の方大勢いらっしゃるんじゃないかと思います。さて、日本の望月典子選手がこれから平均台の演技に入ろうとしております。まず望月選手の平均台からご紹介することにいたします。すでに東ドイツのシーファーデッカー選手 9.20、 それからベイルコーア選手が 9.65。 望月選手の演技が始まりました。日本の期待の望月であります。今年の全日本のチャンピオンです。長身です。後転跳びが2回から後方の宙返りであります。ちょっとグラッときましたが、はい、なんとかバランスを保ってますね。なかなか長身の選手ですよね、この選手は。そうですね。前方の宙返りも決めております。この人の良さというのはどの辺にあるんですか。そうですね、伸び伸びとした体の使い方しますから、ダイナミックに見えますね、動きも。はい、1m55cm、42kg であります。この平均台は高さが 1m20cm あります。幅はわずかに 10cm しかありません。長さは 5m です。1分10秒から1分30秒の間に演技を終わらなければいけません。16番望月典子選手です。お母さんがご承知のようにローマオリンピックの代表です。お母さんの血を受け継ぎましたこの望月典子選手、のびのびと平均台で演技を行っています。今年のロサンゼルスオリンピックでも16位に入賞しています。さあフィニッシュです。後方の抱え込み2回宙返り降りであります。場内から割れんばかりの拍手であります。一頃は名古屋で活躍をいたしましたこの望月典子選手ですが、さあ出来栄えとしては足原さんいかがですか。そうですね、大した